前田小アジアです、オリンパス OM1 ブラックですねと50-14のセットのオーバーホールも完了してました。こちらも一通りというか、まあ、全部見てあります。メーターも OK、 ただペンタプリズムに少々銀浮きあり、プリズムですね、あのぐしゃぐしゃってひどいのじゃないです、ちょっとポスッポスッとありました。まあ交換するまでもないという話でしたので、そのまま、まあ清掃して使ってあります。まあ全然実用には問題ないレベルだと思います。セットでこちらオーバーホール出すとね1万5000円ぐらいはかかりますのでね、お買い得かと思います。金属フードがついてます。フィルターも、まあ、そのままお付けします。黒枠の OM50-14 随行ですねがついています。今 50-14 だけでも結構なお値段しますね。まあ、レンズは一通り見てありますので特に問題ないと思います。清掃済みですのでいいと思いますが、多分ペンライトで見ればやはり多少の吹きすれとか、なんかカビ跡みたいのは随行はどうしてもありますね。薄い曇りも多分あると思ってください。ただまあ普通に使う分には全く問題ないレベルだと思います。こちらの OM1 ですね、 OM1 ブラックにしては綺麗と言ってもいいレベルだと思いますので、多少すれはあります。 MD 表記はないですけど MD モードラ対応ですね。まあ、三脚座周りがちょっとすれてます。それ以外はまあまあ、あとここはちょっと塗装が取れてます、薄く。トップは綺麗ですね。まあ、期間はオーバーホール済みですのでまだ半年近く保証も残ってますので安心して使えると思います。中もまずまず綺麗、ボルトなどは当然変えてありますね。ちゃんと動いてます、大丈夫だと思います。ファインダー先ほど言った、あ、これですね、左側にポツッポツッとちょっと見えます。露出計、露出計もきちんと動いてます。ビンビンですね。まあ、このちょんちょんちょんって見えるのが、まあ、銀浮きって修理屋さんが言って出ました汚れですね。まあ普通にレンズつけてピント見てればほとんど分かんないぐらいだと思います。こういうところにちょんちょんちょんとすれがあるぐらいですね。なかなかブラックペイントの割には綺麗いいと思います。50-14付きでオーバーホール済みになります。あと、あ、そう、ケースもついてますね。これは本革のちょっと茶色っぽいケースもついてます。